オールブルーだと？バカだな、お前は。そりゃあ、そういう伝説はあるけどよ。イーストブルー、ウェストブルー、ノースブルー、サウスブルー、この4つの海にいる全種類の魚たちが住んでる海、それがオールブルーさ。海のコックにとってはたまらねえ楽園なんだ。俺の夢だ。俺はいつかオールブルーを見つけるんだ。俺はクソじじいから何もかも取り入れちまったことだ。力も夢もクソじじいには何も失ってほしくねえんだよ。オーダーツー。長い間クソお世話になりました。このご恩は一生忘れません。まだ海軍は俺を軽く見てるが、後々この一味で最も厄介な存在になるのはこの黒足の三次だ。カリード、やっぱりジャリコ。この二人でヒートアップする口だ。悪魔の足、攻撃の速度でさらに、その破壊力は悪魔の毒し、神は植物を作り、悪魔が鳥類を身につく。少しからに聞きすぎされる気もねえ、許す気もねえ。世界最高の食材があるっていう伝説の意味、奇跡の意味、そこへ行くために俺は海賊になる。ストライク。守らなきゃならない奴らがいる限り命を懸けて戦う男さ。人の喧嘩を解いてもしまらねえのね、サンジ。Ha ha 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 ha!